皆さんこんにちは、田島です。今日はですね、フリーダムとリバティの話をしたいと思うんですけれども、私はリバティコーチングっていう会社を経営しているんですね。で、そのもともとリバティコーチングのリバティっていうのはどういう意味でつけたのかっていうことを少しお話ししたいと思います。これは他のところでも言ってるので、聞いた方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、自由にはフリーダムとリバティっていう2つの自由があると私は考えてるんですね。で、多くの人がこう自由になりたいって言っているのを見てみると、大体はそのフリーダムの自由なんですね。で、そのフリーダムの自由っていうのは何かっていうと、何か今束縛されているものがあって、で、そこから自由になりたい。例えば経済的な自由を得たいであるとか、時間の自由を得たいであるとか、何かしらその今縛られているものから自由になりたいっていうのが、多くの人がこう求めている自由だと思うんですね。じゃあ仮にそういう自由を得たとする、何かしらの束縛からこう自由になった状態で、それで満足なのか、それが最終的なそのゴールなのかっていうと、そうではないと思うんですね。今度はその自由になった状態から、自らが束縛されるものを選ぶ自由が私たちにはあるんですね。で、それがリバティという自由です。ですので、フリーダムの方はフリーダムフローム束縛、束縛からの自由。一方、リバティの方はリバティトゥ束縛っていうふうに、自らが束縛されるものを選ぶ自由っていうのがあると。ですので、私自身はその皆さんが今何かしら束縛されているものから自由になり、自らの意思で束縛される自由を得てほしいという願いを込めて、あるいはそういう世界の実現のためにリバティで、その実現していく手段として、コーチングっていうのは非常に優れた方法論、あるいは技術であるので、それを通じて皆さんをリバティの自由に持っていきたいと。ですので、コーチングの言葉を使うんであれば、そのリバティの自由っていうのは、みんな一人一人が心から望むゴールを持って、ウォントゥーのゴールって言い方もしますね。ウォントゥーのゴールを持って、その実現に向かって一人一人が生き生きと豊かに幸せで、暮らしているような世界の実現が私自身のゴールでもあります。で、じゃあフリーダム、何かしら今束縛されているものから自由になりたい。それが皆さんのいろいろなこう不満の原因にもなってるかもしれないんですけど、じゃあそれでウォントのゴールを見つけたと、そういうものから自由になって、ウォントゥのゴールを見つけた、リバティの状態になった、自らがウォントゥのゴールに束縛されて、それを達成する人生を歩んでいくっていうのは、まさにリバティの自由を得た状態だとは思うんですけれども、じゃあそれがいいのかっていうと、実は先があるんですね。今度はもともとそのフリーダムの自由っていう時は、大抵は他人のゴール、他の人からのゴールから自由になるっていうことだと思うんです。で、今度、自らの設定した、自らの意思で設定したゴールに束縛される自由に移った。で、そのゴールが抽象度高いものであれば、その実現っていうのは時間がかかるかもしれない。で、それに向かっていくことも、その達成したからハッピーなんではなくて、そういう心から望むゴールを持って生きているってこと自体がハッピーだとは思うんですけれども、ここで注意しなきゃいけないのは、今度はそのリバティの自由を手に入れて、ウォントゥのゴールを持った自分は、ある意味ではそれに束縛されてるっていうことは、ね、自分で決めたことですから、自分で選んだものだからいいんですけれども、今度はそのことによって見えなくなってしまうものも出てくる。
今度はリバティで設定したゴールに対してそこからもう自由になる必要がある。ですので今度そのリバティの自由を 手に入れた状態でまたそこからフリーダムになる必要があるということです。もしかしたらそのリバティのゴール、心から望んだゴールっていうことも何かしら自分で選んだように思えて、実は他人から与えられたゴールを自分の中で十分に咀嚼しないで、あるいは他人がいいと思ったものを単に自分が受け入れているだけかもしれないですし、本当はもっと自分の可能性を引き出す、あるいは世の中をより良くするようなゴールがあるのかもしれないけれども、つことまができてしまっていて、自分が設定したゴールでそれが見えなくなってしまっていて、自分の可能性が十分引き出されないような状態になってしまう可能性もあるんですね。ですので、はじめフリーダムっていう、まあ、何かしらの束縛から自由になる。で、次、自らが心から望むゴールを持って生きているそのリバティの自由を手に入れた状態になる。でも、そこでそれに向かいつつもやってほしいことは、そのゴールからもまた今度フリーダムになって次の新たなリバティのゴールを見つけていく、そういうことをこう考えていく。ですので、まあ、フリーダムからリバティになって何かしら心から望むゴールが設定できた、でそれに向かっているハッピーでも、それがいつの間にか現状になってしまっていて、自分は何かしらのスコトマがあって、本当はもっとより良いゴールがあるかもしれない。あるいは、まあ、そのゴール自体は変えなくても、他のゴールもあるかもしれない。っていうふうに、次のフリーダムの段階に入っていく。ことを意識していれば、何かスコトマは外れて、次のリバティの段階。ですので、フリーダムからリバティ、またフリーダムからリバティっていうふうに、これはずっと繰り返されていくもの。ですので、一回自由になってリバティのゴールを見つけたと、自らを束縛する、心から望むものに束縛される自由を手に入れたと言っても、それで終わりではなくて、またそこからも自由になっていかなきゃいけない。そうやって、自分が囚われているものから常に、あるいは自分の何かしらの現状の外に常に向かうマインドの使い方をしていく必要がある。ですので、フリーダム・リバティ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 っていうふうに、どん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 それを繰り返していくことによって、私たちの中に眠っている可能性、あるいは本当に自分が心から望むさらにより良いゴールっていうことを見つけ続けることができる。まあ、これを私はフリーダムとリバティの無限ループって言ってるんですね。ですね、これは終わりがないんです。皆さんの人生の中で、まあ、何かしら今フリーダムになるっていうことで大変な、まあ、その状態でももうすでに大変かもしれないけど、まだまだ先があって、それを人生の中で何度も何度も繰り返していくことによって、皆さんの人生もより豊かに、あるいは皆さんが関わる周りの人たちもより幸せに、あるいは世の中だっていうことであれば、世の中をより良い世界にしていける。ですので、そのフリーダム・リバティ、フリーダム・リバティ、心から望むゴールを設定できたから、それで OK ではなくて、そこからも自由になろう。そしてまた新たに自分の束縛される心から望むゴールが何かしらあるはずだと。その時点では見つかってなくてもいいんです。でも常にそういうものがあるんだっていうことを念頭に、そういうゴールを見つけていくことによって、フリーダム・リバティ、フリーダム・リバティ、フリーダム・リバティの無限ループを人生の中でどれだけ繰り返していけるか。これのサイクルをたくさん繰り返していく。ければそれだけ皆さんの人生も豊かになり、周りの人たちも幸せになり、あるいは世の中がその度に良くなっていくっていう、そのリバティと、まあ、フリーダムとリバティの無限ループを
繰り返していく、まあ、その無限ループの中でどん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 その先その先っていうようなマインドの使い方をしていただければなと思います。